分身関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。俺はなんて不幸者なんだ。殿の命数が迫っているなんて知りもしないで、結局何も恩を返せなかった。分裂、落胆しているのはお前だけではない。父の死は天下そのものをも揺るがせている。義を築いた後進たちも次々と一線から退き始めた。この動揺を早く沈めなければ、宋孟徳が積み上げてきた覇業は水泡に帰す。そのこたる我々に肩を落としている暇はない。そうだ、俺は宗家千里の駒。こんな時こそ誰よりも全力を尽くさなければ。不甲斐ない姿を見せて申し訳ありません。宋分裂、これよりは士官殿のため粉骨砕身の覚悟でお仕えします。その素直さこそお前の一番の強みだ。頼りにしているぞ。宗丕殿、帝から御事乗りですよ。あなたを義王に奉じるとのことで。義王、順当に宋孟徳を告げと言ってきたか。だが覇業を成し遂げるにはそれでは足りぬ。私は父の先へ進む。いや、この場合は上と言うべきか。殿の上？それは一体？つまり宗丕殿が帝になると。この葬儀をより確固たるものにするため、そして天下を平らかにするためにはそれが妥当だ。なるほど。波風は立つでしょうが、抑え込めないほどではない。すぐにでも動かれますか？ああ、帝にはしかるべき手順を踏み禅譲していただく。そこからこの宋士官による新たな世が始まるのだ。漢王朝の命運もここに尽きるか。し、迂闊なことを口にするな。宋家の人間が聞いておるぞ。聞いたか、今度宗丕様が帝になられるらしい。え、今の天子様はどうなるんだ？まさか宗丕様は帝から禅譲を申し出られていると聞いたが。バカか、誰が好き転んで禅譲するんだよ。宗丕様が圧力かけてそう仕向けたに決まってるだろう。じゃあ禅譲を断っているのもご自分が疑われないため。宗丕様は怖いお人だな。そうだ、とんでもない極悪人だぞ。
総妃殿、受膳台の準備が整いました。受膳台か。そこで帝から私に帝位が禅譲されるのだな。天下に漢の終焉と義帝の誕生を知らしめるには有効な演出だろう。申し上げます。皇帝擁護派の動きが活発になってきたようです。どうやら彼らを煽る黒幕がいるようですね。このまま強引に禅譲を受けても乱を招くだけかと。早急に手を打たねばなりますが。忠達の言う通り、葬儀ひいては新たな天下の安定のため、私の即位に反対する者を排除せねばならぬ。関羽が死に、五色の関係が硬化している今こそ、義の内を改め体制を固める好機を。万事速やかに進むよう手を尽くせ。帝位につく妨げとなる者を排除する。どんな些細なことも見逃すな。帝に近い者が総妃殿の屋敷を襲う、そんな不穏な噂を耳にしました。自分がいる限り襲撃など許さぬ。我が身を盾とし、この屋敷を守り抜かん。陛下をお守りするためには戦うしかない。我らは逆賊総妃を討ち果たす。実際に走って、総妃殿に帝となる資格はありますまい。我ら皇帝擁護派、かような横暴は認めぬぞ。帝とは誰よりも民を思う者。村を襲う賊を見逃す者にその資格など。稼ぎ時なんだよ。
し、容赦ねえな。これじゃ山賊家業も上がったりだ。山賊を退治されたと。しかしそれだけで帝の資格があるとは言えますまい。帝たる者、国の隅々まで目を配らねば。畑が獣に荒らされているのをご存知ですかな。うちの畑で獣が暴れてるだ。誰か何とかしてくんろ。消えて。おかげで助かりました。皆様の民を思う心、伝わりました。今までの非礼、どうかお許しくだされ。こうなっては認めざるを得ないでしょう。帝が禅譲なさるなら反対はいたしません。記憶に刻まれ、成功してよかった。おお、実に見事なお手並みですな。わしが手出しをする間もありませぬ。
洛陽に流れる不穏な噂をご存知か。宗妃殿が帝の暗殺を企んでいると。ああ、職の患者が流したものだろうね。見過ごせないな。私たちで捕まえようか。ああ、物騒な噂なら俺も聞いたよ。あっちにいる人がみんなに話してくれたんだ。なんだか怪しい人がいましたよ。周りを気にしつつその道の奥へ消えました。これまでに得た情報を分析すると、うん、患者の居場所はおそらくあそこだ。今までの情報から考えると、職の患者はあの辺りにいるのでは。捕まるわけにはいかないよ。失敗は記憶に刻まれ、成功してよかった。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。即位の障害となるものは排除できたか。皇帝擁護派を懐柔できたか。これで内憂が一つ消えた。
諸の患者は撃退した。上々の成果よ。即位に反対する帝の配下は撃った。これで抵抗は無駄と思い知ったであろう。もはや私が帝位に上るのを阻む者はない。今こそ時代を切り開く時だ。劉備が食帝を名乗り、そのまま間を置かず呉へ攻め込んだそうですね。なんと不届きな。こちらには禅譲を受けた義弟がおわすというのに。しかも即位後すぐに戦を。ねえ、それも葬儀の禅譲に反旗を翻すでもなく、呉に向かって軍を起こしている。劉備は関羽を討たれ、支援に囚われてしまったのね。冷静ではいられない。わかるわ。士官だ。いや、陛下。士官でいい、分裂。諸君が呉に攻め込んだか。この戦、劉備は大敗を喫すことになろうな。え？それはなぜですか？諸君の陣容を調べさせたが、奴らは医療の地形に沿って陣を長く連ねている。分断せよ、奇襲せよと言っているようなものだ。諸葛亮なる男は戦に出ていないようだな。あるいは劉備が諸葛亮の言を聞いていないか。怒りに染まるあまり仲間を危機にさらしていると気づかないのでしょう。とても痛ましいありさまですわ。ふん、痛ましかろうが我々にとっては好機よ。出陣の支度をせよ。この私自ら職を滅ぼしてくれよ。お待ちください。士官殿は今や帝、危険を冒してご申請なさることはありません。うん、その帝に意見するか。申し訳ありません。よく考えもせず差し出がましいことを。いや、お前は私の身を案じて意見した。それを責めはせん。だが座しているだけの帝では国を滅ぼす。私はそのような愚を犯しはしない。義の帝は漢の帝とは違うことをこの神聖で示すのだ。陛下、ご即位おめでとうございます。ふん、陛下などと改まる必要はない。はあ。忠達よ、お前に問う。なぜ父は宋孟徳は義王であった。望めば禅譲などたやすかったであろう。曹操殿の主眼は知性の回復にありました。
そのためには間質の誤字と復権こそ最も効果的な手段とお考えになったのでしょう。一度は腐りかけたものであってもか。未知の可能性より見知った安らぎを求め、人心とはそのようなものでありましょう。いい問答だった、中達よ。おかげで己の進む道を改めて確信できた。私は何者をも仰ぎ見ず、何者をもいただかず、この手で天下を新たにしてみせる。葬儀の波動はここから真に始まるのだ。